センサーが切れてる。なんかわかんないけど、キュウちゃんの犠牲は無駄じゃなかったってことだね。けど相変わらず黒服の警備は厳しいんだ。隠れながら先に進もう。オッケー、私のステルススキルを見せてやろう。っていうか私たち何やってるんだ。へえ、さっきまでノリノリでハグミのこと丸め込もうとしてたのに。いや、そうなんだけど、ふと冷静になっちゃって。これは冷静になった方が負けってもんよ。ほら、怪盗のスカーレットに戻って。ま、そっか。だいぶあちこち回った気がするけど、なーんにもないね。困ったなぁ。歩いてきた道にパンでも落としていけばよかったの。冗談だって。腹ペコ、見て、あの扉。この先、お宝あり。怪しい。けど、あえて飛び込んでみるのもありじゃない？でも、ここで私たちまで捕まっちゃったら、みんなの犠牲が。シェイクスピアはこう言っている。何もしなかったら、何も起こらない。お、急に出た。他の3人はどうしたんですか？さあ、どこかな。この扉の先に答えがあるとしたらどうする？それでも君たちは何もしないのかい？うわー、めっちゃ煽られた。スカーレット、どうする？そこまで言われたら飛び込むしかないですよね。いいですよ、瀬田さんの言葉に乗ってあげます。わあ、めちゃくちゃ煽られてる。いい気概だね。さあ、扉を開けるがいい。小さな怪盗団、よし、行くよ。来たわね、怪盗さん。ラスボスが来た。スカーレット、腹ペコ。みんな、どうやってここに？あ、私が連れてきました。親切、ありがとね、ミッシェル。あなたたち、ハロハッピーよりもっとすごい怪盗なんでしょ？名前はなんて言うの？私はキュートなリーダー、キューティー。私はフェスタ、心のお宝奪いに来たぜ。私はバリスタ。バリスタっていうのは私の家が喫茶店だからで、我が名は腹ペコ。この私と直接対決できることありがたく思うがいい。スカーレット、よろしく。5人揃って私たちアフターグロウ怪盗団、ココロちゃんのお宝を奪いに今ここに参上。わあ、とっても素敵な自己紹介だわ。アフターグロウ怪盗団さん、すっごくかっこいいのね。本当？よかった。みんな自己紹介の練習しといてよかったね。なんか今のダサくなかった？よ。それで心の宝っていうのはどこにあるんだ？お宝ね、そうだったわ。大切なお宝ちゃんと用意しておいたわよ。心ちゃんのお宝ってなんだろう。もしかしてものすごい金銀財宝？なんかドキドキしてきた。私の大切なお宝はね。